ということで、7月4日の振り返り、簡単にさせていただきたいかなというふうに思います。まあ、石川が今日5回無失点で、まあ、清水が、勝ち消しちゃったんで、まあ、勝ちはつかなかったんですけど、まあ、一応、67球かな。まあ、最初の方確かにあんまり良くなくて、まあ、それこそ先頭バッターにフォアボール出したり、あと全体的にいつもの石川よりは球が高かった気がするんですけど、まあ、なんとかかんとか5回無失点にまとめたのはさすが石川だと思うんですけど、まあ、多分全体的に内容が良くなかったからこそ、まあ、6イニング目、まあ、球数的にはもう絶対いけたと思うんですけど、行かせてもらわなかった要因としてはあるんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、あとは、まあ、清水、まあ、打たれたけど、あとやっぱ清水がどうしてもクリーンアップにホームラン打たれることから、そろそろその清水を7回にするというよりは、やっぱりクリーンアップに当たる打順、7回と8回で。で、クリーンアップに当たる方を本能にした方がいいんじゃないかっていうか、ホームランバッターがいない方に清水を当てるべきなんじゃないかっていうのは、なんかまして、起用的に現実味を、が帯びてくると思うんですよね、マジで。こんだけ、本当に2試合に1本ペースで打たれてるとなると、それを考えざるを得ないと思う。で、あとはまあ、今日、それこそ、今度は8回にしてっていう風にやりたかったんだけど、まあ、買いまたけど、まあ、6回引き消しで出したから、まあ、無理じゃないですか。で、そこの今度をそもそも引き消しで使って買いまたぎさせたのが良くないんじゃねっていうところも、なんかちょいちょい言われてたけど、まあ、それはちょっと結果論なんじゃないかなとは思っちゃうんだよね、どうしても。それこそ、今度が引き消ししてなかったら、例えば大西出して6イニング目で、逆転されてたなんていう可能性もあったかもしれないし、一応今度だからこそ抑えられたっていうところもあったことを考えると、まあ、やっぱり清水がちゃんと抑えてほしかったなっていうのがあるんじゃないかなとは思うけど、まあそもそもね、今日は多分上野がいたら6回上野やったし、でなんかそれでしれっと抑えてたら、まあ星が被弾せずに、本能をまたがずにってやってたらもっとテンポよく試合進んでた可能性もあったしね、もうよくわからんですけど、そこは。あとは、まあ、島が走塁ミスしたっていうのがでかかったですね。何イニング目だったかな、あれは。あった、これは3、4イニング目かな。島が、まあ、ヒットを打って、石川がバント決めて、で、あとは、まあ、そっからワンアウト二塁で、まあ、塩見がツーベース打ったんですけど、まあ、島が、サードで止まっちゃって本塁に行けなかったっていう、まあ、その1点があればマジで変わってたしなっていうのは、まあ、あるよね。その1点があれば 4-3、 まあ単純計算で 4-3 やったけど、まあそれで言うと、実は例えば今日思い出したけど、石川が3イニング目にワンアウト1・2塁のバント決めてたら、塩見のタイムリーが2点タイムリーになってて、勝ってたんよね。勝ってた。まあ、それもたらればなんだけど、結局。まあ、石川があそこでバント決めてたらなっていうのはもちろんあったから、まあ、1、2塁を、まあ、いくらバントが上手い石川とはいえ、まあ、決めるの難しいんだろうけど、まあ、そこでバント決めてたっていうのもあるだろうし、やっぱなんか、結局今日もなんか、誰か一人のせいにするとかいうよりは、なんかちょいちょいミスが重なったというか、まあ、清水に関しては、まあ、打たれちゃいけないホームランを打たれたというか、まあ、そういうことがあったと思うので、まあ、なんかあんまり、なんか毎度のことやけどさ、なんか、またツイッターでめちゃくちゃ荒れたりさ、なんか、それこそ最近なんか誹謗中傷がどうこうってあるじゃん、なんか、そういうのやめましょう、マジで。本当にやめましょう、はい。で、あとは、個人で言うと、まあ、塩見が3安打したってのはもちろん良かったし、まあ、吉田大成が、まあ、今日今季初ヒットとなるルーヒットを打った後、まあ、さらにマルチヒットを決めた、まあ、この辺も大きかったんですけど、まあ、山崎の活躍もね、今日は結構光ったんじゃないかなと思います。まあ、青木の休養日ってことで、今日は2番レフトで山崎が入ったわけなんですが、まあ、しっかり1本ヒットも打ち、そしてセーフティーバントを決めて、まあ、9回、そして盗塁もするチャンスを演出したり、まあ、あとは、5イニング目かな ?5 イニング目の終わりに守備のファインプレーして石川を救ったりと、まあ、今日は山崎が走攻守でしっかり活躍することができたので、まあ、最近とか6月なんなら17打席経って1本もヒット出なかったんですけど、まあ、この7月に入って1回目のスタメンで、まあ、しっかり
アピールをすることができたんじゃないかなと思います。まあ、山崎、今シーズンすごい盗塁成功率が良くて、まあ、去年は8盗塁9盗塁死みたいな、成功率 44% くらい。またで、まじで、いや、走んない方が絶対いいでしょ、みたいな成功率だったんですけど、今シーズンは6盗塁で盗塁死が1。で、もう本当にちゃんと、盗塁しても全然その、なんて、リスクとリターンが釣り合うような成功率となってるので、しかも今日なんか本当に9回の同点で、盗塁っていうなかなか警戒されるような場面で走ることができたから、今日の盗塁はかなり評価されてもいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、なので、まあ、今日の山崎の活躍っていうのは、まあ、結構でかかったんじゃないかなと思います。ということで、本日の振り返り以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では。